レミングトノケトゥスカは約4900万、約4300万年前に生息していた海生の原始的クジラ類の一グループ名。レミングトノケトゥス族、アンドレウシフユス族、クッチケトゥス族、ダラニステス族、アットクキケトゥス族の5族からなる。化石はインド西部およびパキスタンから発見されている。クジラ類はまだ 当時のローラシア大陸南部地域と接するテティス海の一角にとどまり、世界的広がりは見せていない。彼らはアンブロケトスカと同じような陸を歩くこともできる、四つ足を備えているものの、水性への適応を推し進めて、より多くの時間を水中で過ごしていたと思われる。ただし、東部の形態は、他のクジラとの違いが著しく、特殊化が進んでいた。 非常に長細い糞を持ち、目は左右で広く間隔をあけられ、そして小さかった。体は長いが他に比べて小さい。水中での骨伝導に頼った聴覚に関しては、彼らを特徴づける長い糞などを持って、アンブロケトスカーより一層の進化の結果を見ることができる。レミングとノケトスカはアンブロケトスカから進化し、 その初期のものがより進化したプロトケトスカイとつながる重要な位置を占めていると思われる。しかし彼らを介さずにアンブロケトスカはプロトケトスカとつながっているという説もある。いずれにしてもレミングとノケトスカが進化的防衛であったことは確かで、この系統は短命に終わっている。現在知られているところでは最も初期的なものに圧倒的ケトスがあり、 レミングトノケトゥスとアンドレウシフィウスをもって最後とする。数は考えられる系統分類の一例である。アンブロケトゥスナタンスアニアロジートスネイトンズ。オーレミングトノケトゥスカレミントナシティデイ。アットクキケトゥスプライクルソルアタケシータス。プリーカーサー。ダラニステスアメディデランスアメディ。オーレミングトノケトゥスレミントナシタス。 レミングトノケトゥスハルディエンシス R ハーディンシス。レミングトノケトゥスドマンダエンシス R ドーマンドンシス。おー、アンドレウシフィウスアンドリューセフィアス。アンドレウシフィウスミノル A マイナー。アンドレウシフィウススロアニエースローニ。おープロトケトゥスカプロタセティデイ。ありがとうございます。